い犬だ。あの犬はいらんじゃろう。いやさすがに今日なんか午前は暖かかったんじゃが、だいぶ寒くなってきたな。江戸の方が寒いな。でも、もう少しなんじゃったかな。江戸に長期遠征行った際に帰ってきた時に、この尾張の国に、うわー暖かいと言ったら、あの不思議がられて、なんでかなと思ったら、ずっと名古屋は暖かかったみたいじゃな。わしらが遠征行ってる最中、もう暑いぐらいだったと言っとったでよな。で急に寒くなったで、もうたまらんな。ああ紅葉なんか見る隙もなかったわ。いつの間にかもう果ててたな、枯れ果ててなくなってしまっとったでな。いやいや、こういう時間でこうみんなの顔を覚えるという作業をしとる。な、今日は誰が来て誰が来そうらんか、こうやって見て、え？じゃ変な意味じゃないぞ、なんでお前来なかったんじゃとか、そういう話ではなくて、やはりこうな、落ち着いた時にな、また顔を覚えると。まあ、大体知っとるんじゃんから、見たことある顔ばかりじゃんから。昨日楽しめたかの。次は何しようかの。能楽堂よりもしたな、宴も開いたな。次は運動会でもやるか。運動会でもやる。あ、やるの。やる。こんな感じかな。徒競走というものがあるんだな。まあ、昔もあったぞ、旗取りという、どっちが早く走って旗を取るかっていうな遊びはあったで、まあ、それに似たようなもんだな。本気で参ろうか。お主らが参加できる種目は何じゃった。玉入れ。当てるでにゃーぞ。どういう風にやるかまだわからんかな。なあ、わしも一緒にこうやって投げるのか、それとも指揮をするのか、はたまたこれを持つのか。いやー、持つ方でやったらそりゃもうバン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 、ドスドス。顔を覚えとるでな。ダメじゃぞ。楽しみじゃな。もういろんないろんなな催し物が控えとるの。その中の大きな一つの催し物、秋の陣が、秋の終わり、そして次が明日、東海合戦ワールドかの。いやー、わし行きたかったんじゃ。これ皆にも言ったと思うが、日曜日、明日じゃの、お城終わってから行こうと思っとったんじゃ、わし終わってます。そう、城が終わったら終わっとるんじゃ。あっちも行っても意味がないんじゃな。だで、ね、見られないんじゃ。朝6時に10分。お願い、寝かせて。お願い。信長様出陣してますよ。そうじゃない。じゃあわしもこう枕からこう願っとるわ。枕の下にじゃあ信長様の写真入れとくわ。夢に出てくる。いやじゃあ信長様夢に出てくるの2度目。あのわしが死ぬ前に夢を見たんじゃが、これはお主ら知っとるかの、このお話は。知らんかな。わしがもう伏見城で病気になって寝込んでる際に、もう寝たっきりだったんじゃな、わし。
どうにもこうにも動かんと。その時にふと夢の中に信長様が出てきた。何を言われたかというと、藤吉郎、もうお主はもうようやったと、いいことも悪いことももう全てやったじゃろ。例えばいいことだったらもうお主が天下人となった、天下一となった、そして太閤となった、もうそれでいいではないか。悪いこと、まあわしの信長様の息子たちを殺してしまったと、まあ、戦で殺していたり、まあ、落としたり、そういったことをした、まあ、そういうことをおっしゃり、もうええじゃろと。それでわし引っ張られたんだな、信長さんにバッと、でもう病気で寝込んでおるのに、病気で寝込んでおるのにわし布団からどれぐらいじゃろう、畳3枚分ぐらい移動したんだな。でバッと起きて、もうモネが急いで何事かって来たら、もう布団からバッと離れとって、どうなされましたと、年家も来て、どうしたんじゃと、もうそれぐらいびっくりしてしまったんじゃな。でまあ引っ張られたんじゃ、これは事実、わしも覚えとる鮮明に、引っ張られた。で起きたら布団からエリア離れとったんじゃな、だでもう夢にはちとやめてほしいな。清洲城まで引っ張られるんじゃん。ズカーって嫌じゃん、そういう話やから、まあいろいろ大変な、お主らにとっても忙しいな。いろんなとこで見られるっていうのは嬉しいことじゃが、いろんなとこ行かなかんでな、こうやってな。中にはあの別の戦、まあ、別のほとんどのものがお主ら、おのが自身の戦場で働いとるわけで、そこから駆けつけてくれる援軍だったり、はたまたの、まあ、援軍がおるということでな、まあ、エリア大変じゃからな、頼むからあの体調だけはな崩さんようにな、たまに無理して、まあ、肥後だったり、まあ、もちろん江戸も遠いしの、まあ西国、まあ、東国の方から来とって、寝ずに来ましただったり の戦場終えてすぐ来ましたなどいうものもおるが、まあ、体調だけはしっかりと管理してな、体調管理しないと鼻水出るでな、塩分に集中ができんでな、もう今日もこうザッってやった瞬間ちょろっとしまったってやって。この遠心力で出てきたんじゃろ。これから手ぬぐいを持たなかんな。手ぬぐいを持ってこうお鼻をこうささっと拭いて、で皆に見せることはせん、そんな幼稚なことはせんが、でも小さいお子はようそういうことするんじゃな。なあ、あのお花ほじってこうつけてきたりするんじゃな、まあ昔もそういうことはやっとったでな、変わらず今もそういうことは変わらん。ただ見つかった時相当じゃの、やはり今はそんなな体罰だったりそういうことはせんが、わしらの時代は体罰もっともっと当たり前の時だったからな、小さなお子ですら、やはりあやめてしまう、何のためらいもなくの、そういう時代だったでな。ただ、そういうことを考えとる者たちはやはり生粋の武士じゃな、武将じゃ、なでわしみたいに飲み上がりの者からするとたわけじゃな、あのアホではねやかとずっと思っとったな。バカじゃねえかでもはっきり言ってのわしはバカだなと思っとって、ずっとなあ、死んでどうするんじゃと思ってしまうんでな、まあ多分農民みんなそうだと思うが、だトーマたちもな、ナッツ和之助たちも多分同じ思いだと思う。そういう者たちがこう出世するとええな、平和になるな。徳川家康もそうじゃな、あれも
武士ではあるが、やはり幼少の時にいろいろ辛い思いしたので、そのおかげでいろいろもうこんなことは嫌だと思ったことを後の江戸幕府でやっとるでな。この人を殺してはいけないとかいろいろあの皆に植え付けとるで、そのおかげで太平の世ができたということで、なんとあの者が次の絆主人公じゃの。はい、拍手。ああ、なんかわし、ちょっと泣きそうになったんじゃん。あの、主題歌みたいなのがあるんじゃな。その、流れとったじゃろ。まあ、昨日言っとらんものは知らんやもしれんが、発表があったわけじゃん。夜の戦の時に。発表があった際に、まあ、あらすじを清正が読んだんじゃん。その時に、主題歌が家康殿の、口上を言う時の主題歌が、ちょっと変わった。な、ちょっと変えた。今までとは違うその主題歌が流れとったんじゃが、その時グッときたな。あれ流れるんじゃろうな、絆で。全く関係ないかもしれないとるかもしれない。いやー、でもよかったな、本当に。とうとう徳川家康が主人公とはな、どういった話になるか。そしてあの、なんつうんじゃあいいの、ポスターっちゅうの、あれもかっこええな。青、え、吉岡側でもポストカードのやつがフィフィって寄せてあるんだけど、あれは取り直しをして、わからん、それはちょっとまだ言えんが、まあ青色だったんだ、綺麗な青でな。なので信長様だったら赤、簡単に言えばな。で徳川家康は青、わしだったら黄色ということで、年枝だったらどうなんだろうな、緑、刑事は真っ黒、清正は白、あ、清正白か。秀吉、何じゃい、なんか、何じゃい、戦の話したらいいんだろうな。何の話？戦の話。戦の話。あのな、戦飯というものをわしらやっとった。違う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 。終わった終わった。あ、戦飯はまだ終わってないか。まだ終わってない。まだ終わってない。戦の話を。な、ど、戦の話って大きすぎる。何の話するの？長足のかな。あの、長足の残念ながらわしあんまりあの目立った武功あげとらんのじゃな。うん。長篠の時、お主どこにおったんだ。どこにおったか、左翼じゃな。左翼だ。本軍、まあ左翼、まあわかるか、これはな。左から。まあ、角翼の陣とか申して、まあ陣形を翼、翼と書いてな。こういう左右を左翼、右翼と言います。まあ現世でもそのようなことが使ったりするわけじゃん。そうだな、うん、主にこういうのに。それは知らんけど。あ、そうか。わしは分からんか。なんかな。いやいや、わし実は戦の話し、ああ、いいぞ。長篠の戦いという、知っとるかなみたいな。長篠の戦い知っとるよというもの聞いたことあるよ。あ、奥でおったの、隠れるな、おい。わし知らんぞ。隠れたな。まあまあまあ、長篠の合戦というのは、そもそも何かというと、これ、武田信玄という我らの時代ものすごく強い武将がおったんじゃ。信長様もあまり手を出さぬほど友好関係を結ぼうとしとったほどに強い武将がおった。ただ、武田信玄公が子供の、ある年にバタッと倒れた。そして立ち上がったのが、実はこの城を建てた徳川家康殿。徳川殿は、三河地方を、まあ、守っておったんじゃけれども、これが徳川殿の所領だったんだけれども、そこから、武田信玄の持っとる武田領に攻め入ったと。そして武田信玄が、没してから、なんじゃろな、武田勝頼とかな。まあまあまあ置いといて、武田勝頼殿が、まあ、当主になったわけじゃん。そしたら、勝頼殿は怒ったわけだな。そうじゃな。そして、徳川殿が
まあ、攻め入られる形となり、うん、徳川殿の配下が長篠城を占拠したんだけれども、そこに攻め入ってきて、何人だったかな、わしもな直接じゃないんだよ、それは長篠の合戦には参加してるけども、城にな百人ぐらいしかおらんかったところに、武田の兵運満ドバーッと攻めてきた。もう助かりようがないわな。この時に実は素晴らしいもののふの話がござって、鳥居常右衛門という男が、この籠城するしかない百人しかおらん、そして万の兵に囲まれた、さあどうするか、外に助けを求めるしかないわけよ。籠城の基本としてこもるとまあ負けるわな。援軍が来ることで挟み撃ちにできるという戦い方、これが籠城戦。あとはとにかく守り抜く、1年年単位、そうすると相手が諦めて引くとか、このようなことがござるが、援軍を頼もうと思ったわけだな。そして鳥居スネモンは泳ぎが得意だったからに、自分から志願いたして、まあそのまま泳いで徳川殿の助けを求めに行った。万の兵に囲まれとるところをなんとか抜けてな、あれ時に浜松行ったんじゃったっけ、確かな浜松城から入ったんだろ、そうなんですよ、大変だったな、捕まってしまった、うん、捕まっちゃったの。そして、その徳川殿がおる、あ、違うな、どうしたどうした記憶がな、自分で話すって言って、まあ、確かにな、記憶が、いやいや、大丈夫じゃん、思い出した400年前の記憶がな、つくつくつく切れるんじゃん、途中でな、うん、思い出した、まあ、徳川殿に、援軍頼むと伝えて、援軍送るぞと、そういうことを使ってこの戻ったわけよ、長篠城にな。その途中で武田軍に捕まってしまった。さあそうしたらば、城にこもっとる籠城しとる者たちに、もう一度奮起いたすために、まあ本来ならば徳川殿に援軍を頼んだぞ、大丈夫じゃぞと、主ら助かるぞということを伝えに参ったのに捕まってしまって、それを言ったならば殺すと、逆に援軍は来ないと叫べと強要されたわけ。捕まってしまったんじゃない、さよう、貼り付けにされてな、逆さずに貼り付けてな、こんな感じね、もう言わなければ殺す、でも言えば命だけは助けるぞ。それつまずいてしまう、秀吉がわしのことばっ邪魔ばっくり、いや、お主の話を分かりやすくやっとったら、あ、分かった分かった、あ、わしはでは勝手に喋っとっていいんだな、あ、ええぞ、あ、分かった、あの戦法で行こう、あの戦法で前にやったな、お主が話してわしが動く、あの戦法じゃない、よし参ろう、わからんけど、よし参ろう、まあまあまあ、それで、どこまで話した、車係の陣があっての、違う違う違う、やめろやめろ、頭がおかしくなる、こうやめろやめろ、違うんだ違う、そして、もうな、なあ、それで貼り付けになったわけだ、こういうスネモンが、もうちょっとおさらば、ここにここで話す、多分こっちのものはあんまり聞こえない、ここで話してちょうだい。そしたらば鳥居スネモンが貼り付けになって、うん、何と申したかというと、援軍参りますぞと、助かりますぞと、援軍参りますぞ、この者は叫んだわけだ、助かりますぞ、まあそうした後にこのまま、あ、ちょっと援軍参りますぞ、ズブもう援軍参りますぞなんだよな、あの想像してみ、これすまん、鳥居スネモン、鳥居スネモン、まことじゃよ、ほんとあのな、鳥居スネモンはこんな笑い話にしていいものじゃないんだよな、まあ、すまん、鳥居殿はまことに武のお方だったという話、しかも一階の足軽なんだよ、足軽がこのような志高い心を持っておったということで、我ら武将陣もものすごく感化されたわけだな、感化したな、さらにその後に、武田軍とこの、あ、武田軍ではない、武田軍対、信長様と徳川殿が手を組んで武田軍を潰すという、こういう
戦が起こった。これが長篠の戦い。そうなんだね。事の起こりは実は鳥居スネ夫の秘話が隠されているというな、非常に勇猛果敢な者がおったぞと。これこそ物の負の心だぞと、いろんな者たちの足軽の心を熱くした、うん、我らもそういうことをやろうではないかと。熱くしたな。さよう。我ら武人もな、足軽の一階の者に負けてはおれんということで奮起いたした次第。奮起いたしすぎてわしは実は失敗をいたしたことがござる。長篠の戦い、実は、長篠の戦い、わしは鉄砲奉行といって織田軍の中でも5人しかおらんかったのよ。鉄砲奉行の秀吉の秀吉の秀吉のの、いたいた、もう5人の中の1人がわしじゃん。もうこれまあ毎回聞かされるの。いやいや、いいじゃろうが、まあまあ、自慢したって自慢になるのこれ。今のところは、まあまあ、じゃあ今のところはで、5人の中に選ばれて、うん、まあ鉄砲奉行とはその名の通り、武田軍を倒したのが、鉄砲三千丁で倒したんだな、うん、これは有名な話なんじゃけど、話やな。これが、まあ、信長様が鉄砲を使い出して世の中の戦がガラッと変わった。それまでの戦は石を投げて、ぶつけて運百人対運百人の中一人二人が死ぬか死なんか、そんな戦いであった。で、どちらか一方が戦意喪失して、引いて和議で終わるという戦が多かったのよ。それまではな、信長様がこの鉄砲隊を作ったおかげで、戦死者の数が抜群に増えたんだよな。こうして、日の本の、まあ、統一化がものすごく進むという、まあ、こんな話がござるんだけども、この時に鉄砲隊でわしが後ろの方で指揮をしておったの。今じゃ撃てと合図をするわけじゃん。まあ鉄砲隊強かったわけだな。そして周りの者がどん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 倒れていくので、わしは生き潜んでそのままシャーダダダダダパッ、まさにこんな感じよ。お主が武田軍な、お主が武田軍な、はいはいはい、まさにこんな感じ。はい、いいですか。おー、なんじゃ、甘えですか。まさにまさにこんな感じ、こういう状態。ここで、わしはあまりの兵に囲まれて足をズバッとやられて倒れてしまった。さあここでわしを助けたのは豊臣秀吉ではなくて家臣の前田慶次じゃなくて、あーわしじゃない、後藤又兵衛というな。おー、間違えた。あんな遅いんじゃよ、私入ってくるのが。もう一晩早く入ってこいよ。それだったら足がこういってゴロンとなった。そこでわしを助けたのがおすけ前田慶次じゃなくて、うん、怒んのか。なんじゃお前。いや刑事大丈夫かなと思って大丈夫、何もしてないわ。大丈夫かな、大丈夫ダメじゃん、こんなんやったら。まあで、ちょっと続き話しちゃおう。長篠の戦いにございます。さよう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 。で、まあ助けられたという、後藤又兵というのはな、非常に優れた家臣らしいの。これは、わしが若い頃からもうずっと一緒におった。これで、まあわしお金がない時に又兵と一緒になずっといろんなとこ渡り歩いたんだけども、ある日銭がなくて二人でひもじい思いをしてた。その時に、ひもじいにな、パッと見たら、わしこんぐらいしかない、お主いくら持っとるんだ、殿わしもこんくらいです。ああ、二人合わせても食べ物買えませんね。あはははは、みたいな。そんな中だったのよ。そんな男が加賀百万石の祖と言われるようになったのよ。すごいじゃろ、お主よ、よしよ、すごくないか。すごい。それもこれも太閤殿下豊臣秀吉、お主のおかげじゃ我が槍を授ける。おかしくないか、おかしくないか。この槍なんですか。もう前だけからもらった槍。すいません、生意気申しました。生意気だな。ふざけるのが過ぎました。授けるって失礼いたしました。逆じゃろ普通。失礼いたしました。まあでもちょっとわしもちょっと真剣な話していいか。
やはり家督を継がせるって難しいんじゃな。あ、今言っとった年家が武田信玄、勝頼といったら武田勝頼って言ってパッと思いつくもの少ないと思う、うん、で武田信玄のがよう知っとる。確かに。で武田信玄の息子が勝頼なんじゃが、やはりこの世継ぎで失敗して潰れる、うん、家というのはたくさんあるんじゃな。だからもちろんわし豊臣秀吉も同じくそうじゃ、世継ぎに失敗し潰れたなあ。いやわしはそのような言い方はできんけん、うん、なあ。いやわしはそのような言い方まあさ、世継ぎは難しい。これでも現世においてもそうなんだな。会社というものがあって社長というものがある、総大将じゃの。その総大将を継がせる時が一番危ないんじゃな。あと、なるほど、3代目が危ないというな。あ、3代目が危ない。なるほど、うん、ちょっとあれですね、育ち方もちょっとなんか生ぬるい、生ぬるくなるんじゃ。だって何じゃろな、一番だ初代はあの頑張るじゃろ、もちろん作るためにお主と一緒じゃん、加賀百万石を一代に築き上げて頑張ったじゃろ。2代目はそれを見てるからこそな、父親を超えんねんと思うんじゃが、3代目はちょっとなぬるくなるんじゃな。いや前だけの3代目はわしの3代後は誰じゃったの。年すね俺。いやいや年すねはすごかったぞ。な、何したんじゃ年すね。年すねあのわしの歌舞伎者の血を色濃く継いだ息子、まあ晩年に生まれたんじゃけれどもこの息子、だからあんまり実際わしはほとんど触れておらん。というのもわしの側室との間に生まれた子なので、松とか他の兄弟とあまり仲良くしておらんかった。年常自身もな、なのであまりわしとも会ってなかった。そして、まあ、わしが天に召された後、実は年常はそのまま大きくなって、わしの長男年長というのが年長の息子を養子になったわけの。面白いな。そう、まあ異母兄弟とかそういうことができるんじゃない、あまりに年が離れた子供ぐらいな。でこの息子になって名前が利光になって、実はこの名古屋城の石垣作りにも参加しとるんじゃけども、この利光がまたくせ者で、例えばこれな、何て話してもなるな、徳川殿な、江戸屋敷というのがござる、ここに行った時に縦看板に立ち正面禁止と書いてある、まあ、ここに利常はちょっと汚い話だけどな、これはやめよう、立ち正面じゃなくてなんじゃろうな、ズキンをかぶるのが禁止だよ。ここまで焦点だよね。でこれも、大名たるものそんな守りは守っとれんわということで、あえてズキンをかぶって徘徊に出した。まあそんな話だな。あとは鼻毛大名というのを知ってるかな。鼻毛大名知らんか。鼻毛をな、トスは伸ばしとったんじゃ、ボサボサに。何故か徳川殿を騙すためじゃ。これはまあ前田家というのはわしの代で、正確に言うと80万石以上まで上った。そして年長の代で、120万石ぐらいになったのかな。そして、まあ年常もその財力を守っておったんだけれども、あまりの財力を持っており、徳川家はちなみに80から90ぐらい、90万石ぐらい尾張徳川家よりも持っておったということは、もう加賀だけで一国ぐらいの価値があるわけだ。なので徳川殿にとっては恐ろしい存在になるやもしれんということで、まあ、徳川殿に聞くと平成の未来っていや何とも思ってなかったとかよく言われるけれども、まあそうでもないだろうと。年常も踏んでおってこのまま、まあ鼻毛を伸ばしてアホなふりをしておったと。アホなふりをして、芸術やら何やら料理やら何やらにお金をかけることで、軍事にはお金をかけてないぞと、鼻毛を伸ばしてるだけだぞとこういう感じで、徳川殿の目を交わしたという話がござる。がまだ続くのと思ってたここまでが通例の話な。ここまでがな、ここまでが徳川殿の目をこう反らしておったというところまでが通例の話。
だけれどもきっとな徳川殿は気づいておった。利常がなわざと鼻毛を伸ばしアホなふりをしておるというのも、このように徳川殿は分かっているな。お、軍議は終わったか。何じゃ。大丈夫だ、私聞いておるから。 おじきの話はすごくためになるな。ためになるな。お鼻毛を伸ばすこともやはり相手を油断させる。さようじゃ。おじきは相手を油断させるために何かもみあげ伸ばしてくれ。これ油断するの。どうじゃ。前回はどうだろう。ちょっと待って、油断するじゃろ。ちょっとおじゃ、例えばよ、心の前回前回今前回刀は持っとりませんが、前回は刀は持っとるとして、わしがわしがとちょっとうるさいな。わしが今心の声を言うでちょっとやってちょよ。わしに一転してきてちょ、一転してきてちょ前回、うん、これ心の声だ。あ、こいつもみあげも伸ばして大丈夫だ、年家やってなるか。ならんじゃろ。いやいや、わしが言いたいのは草場での話なんですよ。あ、草よし、いや、やろうやろう、いや、やろう、やろう、心の声そのやーうわっやった時に、うん、いやいや、今この目、うん、そのまま止まっとってくれ。この目が、うん、ティ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 いや、たぶんこっちの方のがすごいじゃろ。ちょっとお主やって、じゃあ年ちょっといて、あ、わし行くよ。来い。なにその髪、なにその髪型。殿下じゃん。今早すぎて刺すとこ。いや危ないわ。このままおじきが天下をつかめば。おいそしたらわしも五大郎になれる。五大郎になりたいのか。いや申し訳ない、失礼つかます。いやいや、後で飯を前だけ無本の知らせがある。いやえ、わしどこでやられるの。いやそんなことはござらん。そうです、伏見城で。伏見城で。え、わし何舞おうかな。あ、猿踊り。殿下は何舞おうですかな。いや、じゃあ魔王じゃない。あ、そっちの魔王か。何を魔王かのと。なんて魔王ですか。じゃあわしも、じゃあ今バカにしたのか。違います。なんじゃ、なぜそうやってすぐ悪い方向に持ってくるんですか。この息はどうですか。わしの今人間を、人となりをバカにしたのか今。違います。貴様はお苦手の違いから。大変じゃない。殿下、なんじゃ。ちょっとどちらが悪いか決めてください。まあ、いや、ちょっとじゃあ話してみて。ちょっと何があったんじゃ。じゃあまず第六天魔王の、まず殿下が天下人ということで、天下人信長様の後を継いだ。故に吉は信長様の第六天魔王と言われている。故に殿下にもそれにふさわしい名があってもいいんじゃないかということで、何天魔王でございますかと。と言った。ここまで刑事の見解。だけれども、わしの心にはこの者は信長様をバカにして、あのわしより歌舞伎切らんかった男か。そこまで読む。魔王かっていう風にわしの耳には聞こえたから、わしはつい怒ってしまう。殿下、無決断を。決断を。もう全てを物語ったじゃん。あの、悪く取りすぎじゃぞ、トシ。トシが悪い人か。悪くは取るの。確かに刑事もの言い方はよくなかった。あ、悪く、あの、言わねば大丈夫だったところ、お主が正直に言ったから、もっとこう話が複雑になるというところで、もうちょっといい返しができるというな。刑事に対してはもう少し、
うまい返しがあるというな。これはな、お主が損をしとる。確かに相互あの多分帰ってみんながゆっくりと考えたら、ああの時は刑事が悪かったんだなと思う。ただ今の状況、お主が悪いことになったな。話を出して、いやいやいや、世間話、世間話は。ただ何だったの、何の話今な、ちょっとわしは忘れてしまった。何の話しとった。受け取り方が悪い。ああ、受け取り方が悪いのと返し方が悪かったという話や。あで、お主が貸し付いたら、あ、もっともっと寄れって言われたら、あ、そっから話がおかしくて、もっと寄れ、つわものはおりますな、現世に。いや、だから返し方一つでまた勝敗がつくんじゃなという話やったな。だからそういうのは清須会議でもよう知っとるじゃろうでしょ。私、清須会議は参加しておらんもん。参加はしておらんが、おったおったじゃろ、噂には聞いとったじゃろ。噂な、噂というか話は聞いてます。あんなものの、あの、言ったもん勝ちなところがあるんじゃん。おあともう、どういうことじゃ、どういうことじゃ、ちょっと説明してくれ、言ったもん勝ち。どういうこと、これ言わせんか、どういうことじゃ。いや、だからの、うん、後継者争いがあったわけじゃろ、信勝殿と信孝殿で。どちらにしようと、わしが信勝殿をして、勝家殿が信孝殿をした、ね、勝家殿には最初はの、まあ、長秀、丹羽長秀殿がついとった。そしてもう一人が、まあ、池田恒興だったわけじゃん。でこの池田恒興が、まあ、どちらにつくかまだわからんかったのじゃな。どっちにもいい顔しとったわけじゃん。だでわしはの勝家殿より先にその池田殿に、あ、わしが天下人になった際にはこことこことここをやると、あ、領地を、領地を一国二国三国これ全部やるわと言って、こう自分の中に取り込んだんじゃん。でもそれでも2対2になってしまうじゃろ、割れた時に。ああ2対2になってしまうということで、最終的には丹羽長秀殿をな、怪獣というわけではないが説得をしに行ったわけじゃん、うん、そういうこと分かる。話し合いで戦は終わる、それぐらい重要なことだということが伝わった。もうちょっと簡単に言ってくれると足まことにそれは分かる。お主ら言っとる意味分かる。今のくだりいるか。だけ今お主が言わせたんだろ詳しく言えっちゃったから。もっと短く。なんじゃお主本当にな。と言ってくれたらすぐ分かるな。あ、すぐ分かるの、うん、だからさっきから言っとるやないか返し方一つで変わるぞと。これが答え、答え、わしが悪かった、返し方一つで変わる、答え、声が限界になる。もう鼻水また出るし、多分ございますから、喉に負担がかかります。どうなってくるんじゃない。信長様がおらん。そうじゃな、もし信長様がおらんとダメじゃな。わしですか。そうじゃ。は。雨やみましたな。今の返し方うまいです。今のうまいですから。さすが、教えをこうたらすぐに生かす。それが前田の家訓ですな。気持ち悪いな。なんだろうな。なんか気持ち悪いな。なんだろうな。なん、前回気持ち悪くないですか？今のは。今のは。なんか気持ち。違う、なんだろう。別に言っとることはまともなこと言っとるけど。顔の表情の言い方。いや、だから刑事は、まあ、あの歌舞伎者ということで、ちょっと人を茶化す風もあるかな。だで、悪い癖があります、ね。だ、誠のことも言うこともあれば、裏を返せば、あれ今バカにしたっていうことも多々あるで、それはそれで刑事の面白さだで、まあ、そこは楽しんだらいいんじゃないか。天下なんじゃ。天下はやはり天下をまとめる器の型に。おゆえに許容範囲が広いんですよ。ああ、これ今何だから許せる範囲が広い。広い。
だから、わかる？もう私も今まさにやられとるぞ。これ裏を取れば、わしが今器がでかいと言われたわけじゃん。な、許してや、その前にわしが許してやればと言っとったわけじゃん。そこに入ってきたこの刑事、うん、でわしに対して、いや、さすが秀吉、天下人は許容範囲、器が広いんですな、っていうことは、私も天下人ではござらん。まあそうなんだが、利家、いいんじゃそれで。お主は、私はそういうお主が大好きじゃん。ありがとう、利家。だからこそ続いとるんじゃな、400年も。全く話の筋が理解ない。そうだからいいの。刑事はなあ、もういかんわ。お主のせいじゃん。お主です。おう、人のせいにする。それで足と秀吉が仲違いになったらお主のせいじゃん。だから習うつっとる。それは殿下が心が広いので大丈夫でございます。うん、ありがとう、さんじゃ。分かった分かった、そういうことか。今分かったわ。今は理解できました。分かった、目が全部物語。前科なんじゃ、この物をいつか潰してるの。前科の采配で動員でもしてきました。いや、わしは二人のやり取りが見たいで、マーチーと松は。やっと、よかったな、命が長引いたな。わしですか？そういうわけだろ。わしですか？わしなの。わしか。わしが殿下にやられてしまうと上に行くのか、また。おお、そういうことか。なんじゃお主は。これはでも、どういうことじゃ。何がしたいんだ、わしと喧嘩がしたいの。いや、まだ、うん、そういうことか。そんなつもりはない。いや、待って、見回ってるもんな。利家刑事やめろ。あ、なんかな、可愛さ余って憎さ100倍みたいな。それはでもいい方なのか。いやいや、憎さも分かってるんですよ。あれ、なんかでもそれいいことを言うときに何か言うじゃない。それは何だった。可愛さ余って憎さ100倍、これっていい意味ではないの。悪い意味なのか。悪い、いや、まさにわしが刑事に思ってることですから。そうか、可愛さ余って憎さ100倍、もうあーって感じですね。いや、天下の歌舞伎者には大変じゃないの、しかも。見回されてるんだね、昔から。まあ、おじき、わしは敬ってるのよ。だと。敬っとりだと。私に天下を敬おう。敬おう。敬います。敬います。敬います。こっからね、今までは。敬っておりましたわ。おりましたな。そうです。では、殿下、銀河隊が戻ってきた。よし、参ろうか。はということで、前田家のこの分裂、あわや分裂いたすところだったが、まあ、利家のむっちと抜けてるとこと、まあ、刑事の面白さで和睦ということで、こたびはありがさんじゃった。では皆の衆、明日はもちろん我ら名古屋城におる。そしてな、もう一つあるな、大高緑地というところで東海合戦ワールド、信長様、そして家康殿、清正、松永門東馬が出陣いたしとるで、ぜひぜひ、その前に桶狭間があるな、ぜひぜひ、もちろん体調もある、体調管理しっかりして万全な状態で桶狭間臨んでちょうよ。そして東海合戦ワールド、そして名古屋城来てちょうよ。であろう、またお前、さらばじゃ。はい、さーん。はい、明日朝は、夏と和之助もな。ほっ、頑張ってほっ。朝6時20分から清洲城におります。お近くの方、ぜひともお越しくださいませ。ぜひともお願いします。